パリーグのこの1週間のチーム得点数がこちら。ソフトバンク19得点、日ハム24得点、ロッテ16得点、楽天17得点、オリックス16得点、西武9得点。なお西武のチーム打率1割台の模様。ハムは珍しくこんな多いのは西武戦でだいぶ打ったからか。平らいなくなって投手陣も12球団で一番悪そうだし、打線は言うまでもなく本当に救いようがなさそうでかわいそう。今西武打線で勢いあるのって昼間くらいしかいねえんじゃね。昼間までも打てなくなったら終戦です。佐藤がクリーンナップを打ってる時点でもう怪しいんだよな。西武ファンやけどもう近藤の顔見たくないわ。あいついつも打ってんじゃねってくらい打つもん。西武の最近の喜びってなんだ。ここから熱くなるし野球見に行く人いなさそう。ソフトバンクは西武戦だけで貯金めっちゃ取ってるのマジで面白い。山川がいればここまでひどいことになってなかったんじゃないの。開幕してからの1週間は何だったんだ。ハムを11点でボコした時が今年の一番良かった試合かもな。マキノンマジで帰ってこい。近藤ってハム時代も西武のこといじめてた気する。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。